次に顔せん。どうしたんですか。いや最近甘いのが食べたくて。甘いのが食べたくて。食べるでしょ、うん、食べる。最初大きいかなと思ったんだけど、そうでもなかったみたいです。なんか角がいっぱい生えてる。角角がいっぱい生えてる。パパのおでこの反射で。いやなんて失礼なことを言うんですかね。濃厚なマスカルポーネチーズと香り豊かなマルサラワインが絶妙な本格デザートって書いてあるけど、うん、マルサラワインって何？ワインの銘柄？酒入ってんの？メイドインイタリーだって。イタリアらしいよ。ではいただきましょう。開けちゃいました。スプーンないと食べれんやの？スプーン曲げようとしてない。曲がる曲がれ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 曲がった曲がった曲がった元がこうだからほら曲がったやろ。これ絶対違うので曲がったやろ。ちょっと見せましょう見せましょう。大きさはね結構あるんだけど、外径はね、量がね、もうちょっと縁の近くまで来てほしかったの。欲を言うなら、底のところが用紙使ってそうだね。上の方から食べよう。結構くるね、うん、上の方しか食べてないからまだわかんないんだけど結構食べるとくるよ。ツンとくるね。そうそう、甘いんだから。後から来たんだけど洋酒のやつか。ちょっと見せますね。ここの部分パパの顔にピンと合ってるから、ね、そこのスポンジの部分の、うん、結構染み込んでるよね、うん、だって垂れてきてるもん。俺結構濃厚やね。コストコにあるさパックのやつあるじゃん、大入りのやつ。あれは結構甘い系だけどね。うん、そうだね。こっち結構さっぱりしてるわけね。ティラミスの表面部分っていうか、うんうんうん、あっさりしてる分、下の洋酒の染み込ませてる部分がすごく濃厚だから、ちょうどいいバランスなのかもしれない。コストコの大入りのティラミスもこれみたいに洋酒がたっぷり入ってたらちょっときついかもしれない。あれってさ、食べたのだいぶ前だからさ、定かではないんだけどさ、コストコのやつってスポンジってあったっけ。いや、ない。 あったか。あったよ。あったね、うん。あ、そっか、あれは層になってたんだ。マスカルポーネとスポンジと。美味しいよね、これね。美味しい。いくらだっけ。忘れたけど200いくらだったっけ。そうそう、そこまで高くなかった気がする。うん、1個100ユーって感じだもんね。って考えると安いよね。あ、でもこれお酒ダメな人ちょっときついかもしれないね。あー、それはあるね。酔っ払わないけど、うん、本当にまあでも美味しかったね。美味しかった。大人な、ね、感じだった。子供にはちょっとまだ早い。うん、早い。これはダメかな、うん、ということでまたです。よかったら皆さん食べてみてください。じゃあね、バイチャ。倒れないんだ。倒れないんです倒れて欲しかった。